従来の薬能による創薬液体創薬は大砲などの砲弾の発射薬として固体の火薬に代わって使用できるように開発中の液体の薬剤のことである。従来式の 57mm 砲の薬莢式弾薬薬莢内で固体創薬である火薬が燃焼しその圧力で右側の玉体が右側に押され方向内を加速されて飛んでいく液体創薬は 従来の固体発射薬に代わり、外部のタンクから砲内に液体状の発射薬を注入して添加燃焼させ砲口内を加圧することで玉体を加速する技術である。開発が進められている技術としてはロケットの液体推進剤と同じ薬剤を使用して2液式のものと1液式のものがあり、2液式では添加前に薬室内に注入混合するバルク式のものと 発射時に薬室内に注入されると同時に2液が自ら化学反応して燃焼が始まるハイパーゴリック式のものがある。1950年代初期から米英でも少し検討されていたが各国で注目されたのは1970年になってからである。その頃から過法の性能や利便性を高める画期的な軍事技術として期待されていた液体創薬も 現在は安定した燃焼速度が保てないために方向速度が不安定で実用化にはまだ遠い段階である。液体創薬では砲の構造が複雑化するが発射弾ごとの薬莢、または薬能が不要となり球弾はほとんど団体だけとなる。創薬に相当する液体の保管は1から2機のタンクだけになるので空間、重量、 相談作業が軽減されて弾薬コストも安くなる。何より個体発射薬による秒速1 7トル前後の初速上限値が2.0秒速3 0トル程度まで向上できると期待されている。自走法や関西法では射程の調整に利用できる。1 0 5ト、mm、ル戦車砲のカットモデル手前の茶色の 部分が固体創薬である不均一な燃焼が問題であり、液体創薬が端から順に燃焼すれば良いが、最悪ではすべてが同時に燃焼すれば爆発となってしまう。点火後も液体創薬を薬室内に注入し続けるハイパーゴリック式では、ごく短時間に超高圧で注入する必要があり、 薬室内の燃焼ガスをパイプによって外のピストンまで導くことで高圧を得て、ピストンの反対側で液体創薬を加圧する技術の開発が行われているが、ピストンのシーリング技術が開発できずにいる。実用化できれば、自走砲や戦車、機関砲といった陸上兵器や戦闘用艦艇の艦載砲などに使用されると期待される。ありがとうございます。